そろそろ行くのか。気を使わないでくれ。そろそろ行くのか。自分で何とかする。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。足は悪いぞ、転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。うっせえ、分かってるよ。何か邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなく、よし、終わり。あまり役立てなかったな。無理に動かれるよりはいい。Yeah!
坂はこの下か。イグニス、足元。ああ。なんだこりゃ。え、これ進める？道が塞がってんじゃないか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これだ。なんで？こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。一人で進むな。今日の写真、一応見る？いや、そんな気分じゃない。悪い。うん、そうだよね。じゃ、みんな行こう。イグニス、大丈夫？ああ、大丈夫だ。イグニス、気づけろよ。謝っちゃねえよ。うまくいかないな。仕方ねえだろ。ああ。何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は？起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。
ょっと待って。戦うしかないね。電源これだ、予備動くか。やってみて、コードは繋がってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。はい、二つ目。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。わかってるし。開いたか。そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。おい、このまま行って王の墓に入れんのか。なんだい。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか。やめたいとも思ってるよ。この先も王様優先でどんどん犠牲が出るかもしんねえだろ。俺はもういい。悪いな。さすがにそいつは聞かなかったことにする。続けるよ。俺が何言ったって続けなきゃなんねえんだろ、王様は。ああ、その通りだ。だがな、分かってんならちっとはしっかりしろ。開いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえ。出ねえし。ここなんか匂う。イグニス、滑んないようにね。
何これ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。やべえやつ。試させてくれ。ありがとう。死ぬかと思ったよ。いや、たぶん王様は言葉もねえのか。うるせえな。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。
さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないなら、その時は自分で諦める。どうなんだ、王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも、前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのは、それを考える時間だ。わかったよ。だが、危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。やっぱりジェネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。テネブラへか。ルナフレーナ様の故郷だね。さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。準備はいいか、ノクト。おい、さっさと準備しろよ。